ハリアもいる。あ、やはり石田、ハリア、菅谷が固まって動き直す。佐久間もいる。その後ろ菅谷のヘディングシュート、決まった。市立船橋先制。4番菅谷俊樹、選手権初ゴールを決めました。ベスト8進出、名門市船、仙台育英から先手を取りました。そのバトンを受け継いだのが先ほど映った畑俊吾監督、就任2年目です。前に出していく、裏を取った、加藤シュート、決まった。加藤総統、これで市立船橋2点目、2点のリードを奪いました。一瞬の隙を突いた市立船橋、加藤総統が抜け出しました。加藤君いい抜け出しでしたね、ディフェンスの背後にね。スピードのある窮地を後ろに戻して、そして21番の松本が上がっていく。さあ佐久間の前へ入ってきた。佐久間打てるか、佐久間シュートを打つ。市立船橋3点目、10番佐久間健人が決めました。これが市船の10番、試合を決める結果を残す、それが市船の10番。宣言通り佐久間が追加点を決めました。